左側なんや、いつも。いやー、じゃあなおなおついに来ちゃいましたよ。さあ、ついに。最初、イニエスタ見に来たんでしょ。そうです。出てないよ。イニエスタ見るためだけに来ました。出てないよ、3時間かけて。マジっすか。ワンちゃんと愛車のヤス君と長きプロ応援しに来たんでしょ。そうです、そうです。あと西さんとか。あ、そうだね、はい、西大吾お願いしますよ。はい。おお、西大吾かっこいい。あれだよ、あの鹿島の服だから大丈夫じゃない、はい、なあ、わかんないっすかね。うん、気づかないの。じゃあ、母ちゃんお願いします。お願いします。19です。10 29。母さん、こっちです。もう見ていられてるよ。俺のやめてくださいよ、寒いっすよ。ごそなんか無理ですよ。いやあなの俺はチケット出会いしてよ。もう運転してきて渋滞巻き込まれて俺。
準備します。拍手もブーイングもあると思います。選手も変わります。スポンサーも変わりました。ただ変わらないのはゴールラのサポーター、そして赤いユニフォームを着て今日応援してくださっている皆さんです。皆さんの声援を受けて、これからも選手は力の限り戦います。ぜひ僕らの足を動かして背中を押してください。以上です。ありがとうございました。よし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 、大丈夫、誰も見てねえから。出てくれたらいいですけどね。どこにいるの？え、サイズさんいました？ワンちゃん、ワンちゃんどこにいるの？ワンちゃん、加藤ちゃん、俺らの応援も虚しくちょっと負けちゃいましたね。まあでも仕方ないよ、もう分からない今日は。ここでやるか、出待ちだけど見んの。でっかいね。何でも方が来れたね。まさかね。まあでも感動したよ。最後まで戦い続けたあの姿はやっぱり忘れないよね。撮ってるよ。じゃあまた来年もよろしくお願いします。じゃあまた来年も。どうもどうもどうも。ちょっと大山さん、大山さんやめようよこれ。もうこんな景色ある？何度今水温？ちゃんこ冷たい。やばいだろ。もうね、真冬のねバスとかってカッコつけて行ってけど、どうせお釣れそうだね。釣れるね。これカメラってどこにあるの？これがカメラ。いやいいね、言うたでしょ、お母さんそのサイズだって。そうでしょ、全部ね2センチでかいんだよ。